あ、違うな、これ違うな、違う、あ、違う、あ、違う、あ、走る、走る、走る、あ、釣り、カーリング、あ、カーリング、釣り、これは、これはテニス、あれはなぎなた、あ、まあスポーツはスポーツじゃな、剣道、今んとこ全部違ったな。どうじゃ、一緒のあったか、あ、弓道な、あー、かぶったな、かぶった、よし、お主らはでは戦で戦士、いや、そういうもんじゃ、戦場っちゅうのはな、大変なんじゃぞ、戦は。まあしかし、やはり人と違うことをするのもな、人と同じことをした方がいいな。いや、今からだよ、今からな、今からわしがさっき言ったように動物っちゅうたら、一番今年動物っちゅうたら、今動物っちゅうたらこれじゃろっていうのをやってもらおう。こんなもんこれしかおらんけれどもな。いくぞ、動物。これは龍か、龍か、龍か、まあまあ生き物は生き物。バカ、今この瞬間動物になったらウキーしか、いや拍手じゃん、拍手違う、あかんな、まだまだみんな修行が足りんな、出世できんぞ、そんなことやったら。できます、わしに気を使わねえか、わしに気を使って猿やめたんか。その可能性もある。あ、そうか、そうな、じゃあ次はな、ちょっと難しくしてみようか。お正月の遊び、お正月の遊びの定番といえば、それを体で表現してもらう。では行くぞ、せーの、お正月の遊び、あ、いろいろある、いろいろある、いろいろあるぞ、なんだ、どうだ、おお、来ました、今な、ちょっと遊んで、あ、そう、あ、そう、はい、よろしく、そのままいる、そのままいる、今ちょっと楽しい時間や、あ、そういうことです、水を差しましたな、今、まあ、普段は槍で差しております、新春の、あ、まただ、いやー、感動するな、今日は、な、声ガラガラやないか、感動する、な、涙がボロボロで、涙がボロボロ、涙がボロボロで、思い出が違う、思い出ボロボロ、涙がボロボロで、あれ計算ができなくて今日泣いてしまった、鼻がズルズル、どういうことじゃ、鼻がズルズル、寒いから、あ、信長様もあれでしたな、工場の時にシャギンってました、わしがどう、あ、わしが行かれ、行かれておったから、あれ、あれ出陣前にな、あのお里にもし話すりすぎじゃーって言っとったんじゃな、本人が本番です、本番で今な、まださ、はい、集団行動の練習をしとったんじゃ、やはり戦となると集団行動は大事、当然だよ、だもんね、な、今わしが言ったお題で同じことをやってもらう、みんなに、例えば動物って言ったら今一番ね、こうメジャーな動物をやってもらう、やってもらうって言うんですか、いや、まあ、体で表現する、体で表現で、今、お正月の何じゃん、多分、わしの気温は確か分からない、何じゃん、すまんすまん、昨日の NHK で、はやぶさが185キロ出る、知らん、はやぶさの185、知らん、そんなん、トラとライオン、どっちが強いのかみたいな対決しよう、あ、そういうの、孫とかどっちが強いんじゃん、いや、それぞれがそれぞれの能力、いや、なんだろう、結果ドローみたいな、はい、そうですか、戦っとらんのか、しゃあないもん、それぞれの持ち味があるもん、机上の空論なんじゃな、花の刑事という刑事殿を題材とした漫画にて、虎はなぜ強いと思う、もともと強いからよという、なんかそんなようなセリフがありました、違うね、それはな、まあ、刑事がなぜそんなに強いかっていうのを示しとることなんで、ですが、その番組によれば後ろ足のこの脚力がすごいので一気に飛びかかれる、だから強いっていう、そういうことに、もともと強いわけじゃない、もともと強いじゃん、脚力と、あと顎の力がすごいから強いっていう、なるほど、清山さん、こっちにするか、あ、清山さん、お
コードの続きじゃ。あ、はい、わかりました。じゃあではな、今がちょっと前に出てたけど今からの集団コードはちょっと内輪の話になるけれど、今年一番幸せになりそうだなと思う武将隊のメンバーを体で表す。それはつまり同じ人物だったら皆の気持ちが一つになれば同じような動きになるはず。もちろんじゃ。そういうことですな。徳川殿やったらほう。そこ捉える人あんまおりません。適当じゃな。マタさんやったらな、わしが槍の槍じゃ。槍の槍だったら槍の槍だ。槍のマタだ。まあ拙者がもし家康殿をやるんであれば、はあ、おら。いないまんまって言えばいい。いないまんま。ひどい話や。あの男の頭の中見てみたよ。どんな引き出しがたくさんあるのか見てみたい。あれな、わしの予想やとな、その場で考えとる。あれすごいな。もうな、昔その場で工場は考えておりましたな。でもあれ大変なんですわ。本当に徳川殿もようやっとると思うよ。大変です、大変です。そういうことやないか。じゃあ、ちょっと一人ずつその特徴をちょっと表していこう。信長様やったらちょまげ。わしもちょまげ。あ、そうか。結果だって、さ、これでいい。こんなことしたことないから。イメージだよ。じゃあ、信長様だったらこんな感じになりますかね。親方様で、で、殿下がこうじゃろ。こうじゃろ。おーですか、そら。徳川殿は、おーですか。処す。徳川殿は、処す。でもそれ言葉が発しとりますからな。そうじゃな。徳川殿の体で目を細めるっていうのは。来た。あ、来たぞ将軍が。するかのような。どこ行ったの。おじいちゃん。いないまんまじゃダメだよ。花見の感じでしたけど、一切花なかった。幻想が見えてる。秀吉との将棋にござる。一つだけ。まあ一番この中では、上位に当たります、ね。僕はも髪切ったか。わしもな、さっき思ったんじゃがな、この辺がハゲとるんやで。別にハゲとるわけではないよ。たたむしりすぎたんや。だんだん年齢が横から出てきて。横からや、横から。横ですか。2ブロックですか。そこの問題違うよ。発音的に聞き取れなかったわけじゃないから。言葉のチョイス。いや、バテリング堪能なので。信長様やったら2ブロックでいい。あ、そうそう、親方さん、これでいいんじゃん。あ、これわざわざこっち取らんでもいいんで、殿下がこれ殿下。そうや、そうじゃん。わし、それでいいわ。もうで、徳川殿だったら、はっはっはっ。歳江様はわし何にしよう。にょん。あ、じゃあそれにしようか。だいぶ不本意そうですか。いや、ええよ。清正は、それ何。シュワな最近出てやったって分かる。あのな、シュワでな、こうやってやるとな、加藤という意味になるらしいんだわ。本当にそうらしいんだ。へい、言うとれ。これ誠なんだぞ。これは槍で有名だからということで、槍でつく動作で加藤という意味があるらしいんだ。あとこれな。あ、これも OK らしいんだ。これも誠なんだぞ。うん。あと伊達っちゅうのはこうやってやるらしいです。あー、なるほどな。左なんか右なんか。あー、ちょっとうろ覚えです。いや、清正はこれ。こう、こう、あと、伊達だろ。宮本がこれかな。宮本、まあ、手話を覚えた。清正はこれ。じゃあこれで。これで。平次は間違ろう。ことえない。平次の特徴的な身体表現はないか。こうか。頭がパーみたいな。2つの意味でこう。じゃあ刑事はこれ。違う。達郎はこうじゃない。陣賀さんももちろんじゃん。達郎だいぶ難しくないですか。陣賀さん入れたら達郎はこうじゃろ。あ、ホラガイな。あー、なるほど。達郎はホラガイ。じゃあ、おさと
お砂糖、一蔵は一蔵はもうやっぱおにぎり、おにぎりで、亀吉はやっぱりこれだ亀吉はやっぱそれだこれで、これでみんな集団死んでよな今年一番今年一番すぐに動物の行くでニコニコ一人ないよ私欲に走るなバカタレがではな今年一番幸せになりそうな武将お武将陣がさお武将のメンバーじゃない、ええ、それをみんなにちょっと体で表現してもらおう、はあ、拙者今の段階だいぶ幸せじゃあ多分みんなこれじゃん一年通してそうじゃな一番運気が良さそうな武将おでは、せーのでいくぞ参ろうあ、わしらもですかわしらもやろうわしらもやろう一番運気が良さそうなのは考えやよ、考えやよおあああん徳川殿、どうなったかな徳川殿、どうなったはぁちなみに信長殿と太鼓殿下のはまだわしあ、そうか前だ知らん信長様は才能派遣殿下は武器ああわかりやすいあ、そこやったことないえか、徳川殿やるとき人の頭買うんだけどあ、もう気をつけてやではな、今年武将隊の中で一番幸せになりそうなメンバーは誰じゃどうぞはぁわしもうガゼンこれあ、ちょっとわからんわからないわからんなちょっとやりづらいしちょっと やっといてちょ継続的にあ、はい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 あんまり恥ずかしがらずにやってくれあそういうことねあそうああでもこの白やってみこの白僕やってみあの子たち一蔵と秀吉の方が私となるいやもうおにぎりなのか猿なのかあれはもう猿だなあれはそうかあなるほどな大体あ崩壊崩壊あ崩壊あなるほどあ崩壊崩壊あ崩壊崩壊よかった休憩中だから本当だ心毛並みが抜群いやだからパッと見目につくのはお主じゃいやいやいや徳川殿だねあの結構ちっちゃいこうやってる方が多いああこれ徳川殿なんだ列車見たところそうかあのこれをやってるものがおらんかったねないだからこれできんわこれそうかしかしお主かお主じゃ発動も少々あったか、うん、本当かまあやりやすいっていうのもまた一つあるやりやすいだけやりやすさとあとやってみて恥ずかしいかどうかそれに影響を与えると思います一番恥ずかしいこれを選んだ人は最終的に後悔するあしまったと思うわし誰も選ばれんからそのいや面白かったなよしまあしかし俺幸せになりそうやと確かにもう色からして幸せですよ金運は上がりそう上がりそうですわ本当に今年一番不幸のどん底に落ちそうな人はあそれ新春から集計しますかそれちょっと面白いけどな映画ねみんながどう思っとるかっていうまあそれを笑い飛ばすというそうじゃねそしたら気づかないんだよええかよしやめとこやめようそんなもんやめよう幸福な感じの男殿下の人格が出ちゃうあこれでもあのなんじゃせっかくみんなのイメージを集計するんだもんでなんかそういう実際のことじゃなくて一番足の速そうなのは誰かとかそういうのをなるほどなるほどということは全体的にこのポーズっていうのは継続でいくってあなるほど南さん忘れないように継続でこんなもん一回か変わっとったらわけわからなくなる継続していこう武将隊で一番足が速そうなのはさて誰かじゃん。私もそれがやりたい。ああ、はいはいはい。やめろ。はいはいはい。ああ、徳川殿な。殿下が思うな。確か。殿下が。俺前。非常に。
っぱ私のイメージは殿下が非常に多かったなるほどやっぱ殿下すばしっこいイメージだねでしかも、まあ、殿下は足が速いというよりはこう小回りが効くというまあまあそれは確かにそうじゃないわしはあのでもいい。なんなら 42.195 キロ。拙者ですな殿下。まだ武将隊が発足したばかりの頃に平日名古屋城におったら、なんでもここの愛知県体育館で全国のハンドボールの中学だか高校だかのハンドボール部の全国大会がここで行われると。でそこで、どこだったかちょっと忘れましたが、遠征でやってきた者たちが見学にせっかくなので名古屋城を見ようということ。来ておったもんですから、ああじゃあこの中で一番の見客のもの出てまいれっつって、で 50m ぐらい走りました。その時にガシャガシャガシャっつって、まだ兜つけとりましたからな、兜をこれ持ってガシャ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 。結果は結果破れまして。だろうな、だろうな。A 勝負したということは見客のうちに入るわな。まあまあまあそうです。A 勝負したから誰も言ってない。ただ、本気で悔しかったために。密かにその後、ランニングの数を増やしまして、あ自分の、そうですね、だから自分の鍛錬で長距離を走った後に、ダッシュを行うというそういったことを増やしました。なるほど。清正はまことそういうことをようやるの。やるな。実は同じような話がありまして、なんじゃなんじゃなんじゃ。どうした？同じような話が。犬と？あの亀吉が犬とではないわ。出たぞ出たぞ。2012年将軍の初ツッコミ。幼児もはやたないもはやもはやじゃもはやって何だ、何に対して飛ばしたって。で続きの亀吉が、亀吉が、あその学び屋で陸上部なるものに所属するものが来たらしい。ほう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 。そのものと徒競走で亀吉がなんと勝ったと。なので本当に速いんですわ亀吉が。あのな、亀吉の走りは本当に見たって思うけれども、あいつちょいちょい浮いとるだろ。浮いとる浮いとる浮いとる。タッタッタッタでタン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 。はよ、はよ。亀吉は上下動がなく、はい、本当に行きますからね。頭の位置が変わらんと、ものすごい速い。ただあの我々の最後に踊っとる甲冑ダンス、あれ最後決めるときに全員がザッと集まってきてバシッとそれぞれのやつで決めるんですよ。 その時は亀吉はあの例えば信長様がここに怒られたらこうやってものすごい飛んでるんだよ。いつもいつも行きます。だいたいあれいつもわしの前やもんね。怖いんじゃん。飛んでくる。我慢したのに。わしはいつもこの辺でこういう風にグッとこう落としてこうやって決めるんですよ。そしたらお里がここでこうやってやった時の手がもろにここに。はあ決まる。全然決まってない。あのな、本当にちょいちょいな、みんな慣れてきて、ちょいちょいみんな慣れてきて、あのポーズ取る時の距離感っていうのはバカになってきて、俺が前へ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 。殿下がここ、わしと刑事の間ここを通っていくじゃろ。だからわしが下がったら殿下が入ってきて決まるっていう、ここはもうブレンガや。あの刑事がなものすごい速い段階でわしに詰めてくるって。あの三映像の時のタイミングで来ちゃったりする。なるほどな。ちょっと殿下への場所を与えなくなる瞬間。よいしょ、現実に戻した。
でもちょっと入れ替わりますか、マジ。なんで？あの、見入られます。いや、マサさん、一回こっち手見や。そんな気温のほどならん、ならんです。お師匠様。いや、確かに可愛い。ここのなんか白と茶色のラインなんか抜群に芸術あれをラインと呼んでる。あれおそらく100ワットで1分48秒ぐらい焼いた時の残酷にございます。何の話ですか。確かに綺麗な狐色。狐色とか100ワットで1000ワットな。1000ワット。油揚げみたいな。油揚げっていうね。あ、あれはおそらく1000ワットで3時間ぐらい焼いた肌なんじゃろうな。すごい日焼けしてる。あー、いい笑顔じゃん。刑事なんか頭がこじんまりじゃん。剣山みたいになっておりますけど。綺麗にとるな。バシバシッと。肌させるんじゃないですか。わしの頭でか。いけばな。ちょっとやってみようか。鼻の毛じゃ。でかでかでか。受け入れられんかった。あ、刑事殿、昨日あの虎がなんで強いか分かったぞ。なぜ？あのな、後ろ足の脚力が半端じゃない。面白いじゃん。刑事は何て言ったか。刑事はなんで虎が強いんですか。もし。わしのやりだけない。前足の筋肉は尋常じゃない。笑うと笑うとる場合じゃん。まあなんかわしのせいやこれ。わしが。清正自由か。自由かお主。なんかそれで通るような感じにしていきたいな。あ、なるほどな。ええ、それで何でも許される。何でもありの場所ちゃうぞこれ。てか今な、徳川殿にドンってやってちっちゃい声で眠たいじゃろって言ったら、ああ、うん気持ちいいよ、もう気持ちよくなってきた。気持ちよくなってきた。もう無理だ。もう無理だし、何の話で。もう限界じゃん。ここな、親方様は守らない。いやしかし新春で来てくれましたな。いや、わし全く正月っていう気分がせん。わかるわ。遅いわ。いや、あなたのお祝い一応遅い。多分な、今誰も賛同してくれない。優しさで来たんだろう。誰も乗ってくれないから。ただわかるわっていう言葉が嘘臭い。嘘臭い。思ってはないから。マジに感情っていうものは一切ない。人としてもわかる。いい笑顔じゃ。今年もこの笑顔で。笑顔ええな。褒め合ってる。南南は大晦日とかどうやって過ごされたの。前回は何してくれた。わしか。わしはもうぼーっとしたら過ぎとった。ぼーっとしちゃったら大晦日過ぎた。清正は。清正大晦日どうやって過ごしたの。虎の強さの秘密をあと絶対に笑わないようにしとりました。わしも。それでなんか。わしも。あ、刑事も。わしも絶対笑わ。絶対笑わない。私は清正様の槍見ながら修理できるかなとか思いながら。ああ、そうじゃったそうじゃった。そしたら年が過ぎました。悲しいな。ちょっと修理してくれよと。そうなんですよ。試行錯誤しとったら年が過ぎました。おお、それはすまんの。そんな年でした。いやらしいわ。お金いくらかかったとか言えんだぞ。あとでせよ。ユーロユーロユーロ安だったよな。えんねん。わしらが言ったあとにですか。分かったて。今99円いったれな、ユーロ。もうそんなに食いつきない。そんなに食いつきない。これはおだとは大見とかどうした。目に完全に5枚入っとるやろ。どうした。トップで買ったな。大見とかどうやって過ごしてた。私の新しい巾着を作るかどうか迷ってるうちに迷ったんか。迷っとったんじゃない。面白いね。迷ってないで年明けた。まあしゃあない。一度は食べてました。まあ泣くわな。何食っとったんじゃ。何食べとったかな。いろいろ食べとりました。雑煮じゃろ。雑煮も食べましたね。年越すぎ。年越しそばを食べるのを忘れてました。そば食っとらんのか。そば食べなかったんですわ。年越した後にも、あ、なんか忘れとるなと思って。あ、そば蕎麦食べ忘れた。他のものを継続的に食べとった。そうなんです。なるほど。
大仏大仏大仏え、あ、面白いなあ、ごめんな、面白いで、ちょっと待ってな。はい、今わしに、ま、全く警戒してない。真似を真似をなんか柴犬ごっこをしてる。柴犬ごっこ楽しそうじゃな。楽しそうじゃん。何でも食いつくない。トップアドにやってもらえばいいわね、柴犬ごっこ。じゃあちょっと清本さん、あ、いい、疲れる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 ってちゃんと言う。何だ、疲れる、疲れる、疲れるって言えよ。さよ、わしは大仏に会いに行ってる。どうやって過ごすんだ。大晦日の過ごし方はわしにも聞いてくれるんじゃろ。どうやったの。うん、わしは大仏に会いに行ってな。どこの、まあ、某所じゃん、某所、某所じゃん、某所の大仏にどうやったの会いに行った。さよ、ほう、今年は会話が弾んでの。会話が弾んで、うん、今年はもう始まった今が。そうじゃ、うん、徳川殿、おうおう、わしら名古屋おもてなし武将隊は今全国にある武将隊の先駆けとしては活動してるわけですが、おうおう、この愛知県他にも長久手、長久手でしたか、長久手に新たな徳川家康が出現し、おうおう、また岡崎にもグレートな家康が出現をしということで、なんか共演したりなんかもしておりますが、いかがですか、話の方は弾みますか。さすがに、ああ、よう弾むんじゃん。おお、急に目が覚めましたね。もう朝じゃろ。もう昼かな。なんだったら演舞をやった後ですけれど、確かに腹が減っとるはずじゃ、はずじゃ、大概にせよ。わかっ、しかしの今年やりづらいわ。グレート家康はよう弾、ああ話が弾んで、グレート家康、グレート家康公の家康と名古屋武将隊の家康、仲ええでな、二人でわしの悪口言い合っとる。バレとりましたか。知っとるよ、この前も悪口言っとったの知っとるよ。いやいやいや、じゃあ何話したんじゃ。なんでだんまりなんですか。なんでもいいので。信長ね、呼びつけ、どうも、向こうの家康が言っとったわ、お主に、大変ですな。いや、ね、そうですな、それは聞いた。今日ドラえもん、おお、かわいい。寒いな、言うとったよ、家康が大変ですな言うて、お主なんて答えたんじゃ。事実。お主の面倒の方が、いない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 まま。お前名古屋の武将隊じゃなかったら首ちょん切られるぞ。大体わしはのこの武将隊ができておととしとな、サル、去年とな、ちゃんと徳川家康に年賀状っちゅうものを書いとるわけじゃ。2年経ってもまだ帰ってこうへん。さすがにわしこの1年いじめ続けだったで。こいつんちには1月1日にわしの年賀状が届いとるはずなんじゃわ。今年わしんちこやつの年賀状届いとらんもんね。あれ、これ一番最初に送ってるっていう、あれ最初に送ったときだな、あれヤブミだな。ああ。またそれとは別で、ヤブミと年賀状また別じゃろ。そこら辺理解しろ。何理解しとらんのじゃ。あかん、こいつ腹立つわ今日。わし今日今年のテーマ怒らないなのに、朝会った時ちょっとイラッとしたもんね。30秒で30秒で。いや、これうまい。帰ろか。新春でございますからな。本当自由じゃないですか。よし。
よかったな、日が出てきてな。本当ですな。うん、このまま寒かったらどうしようかと思ったけど、ただ夕方になるとまた冷え込むでな。みんな、あと、あ、ドラえもんが、あ、ドラえもんが、あ、ドラえもんが大丈夫です、あとで、あ、今出ました、今出ました。夕方はまた寒なるとかんで、暖かい格好して、暖かいもん食って、次は14時半にわしらの演舞じゃ。今日はどのシーンやろかの。そしてその後は握手会が待っとる。ぜひぜひみんな遊びに来てちょ。またおさらばじゃー。